ここがグランギニョール。なんでこんないかにも何か出てきそうな作りなんでしょうか。ここのオーナーが変わり者だったらしい。ホラーやスプラッターの芝居ばかりやっていた。パリの劇場をリスペクトしているそうだ。そんなこと言われたらもっと怖くなるじゃないですか。俺にキレられてもな。早乙女一花だっけ。その人はこういう場所が好きだったの。一花はよくここでライブしてた。当時はバーチャドールなんてなかった頃だな。今だったら間違いなくハマってるだろうが。このメロディソーンの曲です。ランドマークで聴いた曲だ。ここにいるのは間違いないな。大丈夫ですか、シューゴ先輩。ここで待っていても。いや、大丈夫だ。あいつが本当に一花の亡霊じゃないのか。よし、それじゃあ行こう。ミュウとソーンを何としても止めないと。最悪の結末だけは避けなきゃ。そうだな。ここは…みふえちゃん誰かいる。誰。いらっしゃい。ここは流血の花園だよ。スイートピー。前に会った時と雰囲気が違いますね。再洗脳されているみたいです。この前はお茶会がめちゃくちゃになっちゃったでしょ。だから今日はその続き。あなたたちの血で入れたオレンジペコで優雅なひとときを満喫するの。ねえ、死んで死んだ方が可愛いよ、あなたたち。来ますよ、みんな。私は血と復讐のために蘇った可憐な妖精。私をアブラギッシュなデブ男なんて言う人はこの世から消し去ってあげる。私は血と復讐のために蘇った可憐な妖精。私をアブラギッシュのデブ男だった人はこの世から消し去ってあげる。もう一度ちゃんと話しましょう、スイートピーさん。リクス、準備 OK。全力で行くぞ。行くぞ。
とどめだ。消えろ。とどめだ。どけ。いくよ。ジャンプ。やっぱり勝てない。実力急上昇。これからも私から目が離せないね。急に雰囲気が変わってない？前に負けた時、ソーンに怒られてとってもムカついたところまでは覚えているんだけど。やっぱり再洗脳ですか。あのこの前はひどいことを言っちゃってごめんなさい。私ずっと謝りたくて。もういいわよ。そんなあっさり。だってメビウスでこんな格好してても本当の私がデブなのは変わりないもんね。ずっと醜い自分が可愛いものが好きなんて、女の子の服が好きなんて許されないことだって思ってた。世界中から笑われるようなすっごく恥ずかしいことだって。スイートピーさん。でも最終的に他人の目なんてどうでもいいのよね。ひまわりちゃん、私ひまわりちゃんを見習って現実に戻るわ。努力してダイエットしてちゃんと痩せることができたら、可愛いお洋服をいっぱい着るのね。えもしダイエットに成功したらまたお茶会しましょう。え、私とですか？だからちゃんと現実に戻れるようにあなたも最後まで頑張って。はい、頑張ります。そのためにはソーンを止めなきゃね。あの人のこと私も何も知らないからろくなアドバイスできないんだけど、なんとなく私と似た匂いを感じる。女の子の勘は鋭いんだよ。お前は女の子じゃねえだろっての。小太郎先輩、純粋な気持ちを踏みにじるようなことを言っちゃダメですよ。難しい問題ですね。さあ先に進みましょう。必ず現実でもスイートピーさんと会うんだから。ここって本当に不気味な場所ですね。これじゃライブハウスってよりお化け屋敷ですよ。作った時からこんな風になってるわけないから、ソーンがハマってたっていうゴシックロックとライブハウスのコンセプトが誇張されて具現化してるんだよ。ソーンの願いが反映されてるってわけ。
幽霊だろうが妖怪だろうが出てきたら俺がぶん殴ってやんよ。頼もしいのはいいですけど、幽霊にカタルシスエフェクトは効くんですかね。うん、幽霊の話はやめましょうよ。本当に出てきたらどうするんですか。ただでさえ何か出てきそうな雰囲気なのに。すずらちゃん、後ろ後ろ。え、痛い痛い、ブー、耳が。少年ドールさん、なんでここに。やっぱりお前たちは僕を脅かす敵なんだな。そんな分かり合えたと思ったのに。大丈夫、きっとスイートピーと同じく最洗脳です。さっさと正気に戻してやりましょう。お前たち全員ここで死ぬんだ。もう二度と動くことはない。傀儡になるのか。そんな、分かり合えたと思ったのに。これで決める。さあ先に進もうか。あれなんで僕はこんな場所に。洗脳が解けたみたいですね。僕だって今は現実に帰りたいんだから。どうもいつの間にかソンに捕まって洗脳されちゃったみたいだね。約束ですよ。うん、難聴になりたくないし、けど約束を果たすためにまずは孫を何とかしないと。あいつはメビウスを守るためならどんなことでもするつもりみたいだから。実際
再洗脳までされているわけだしな。オスティナートの学士なんて言っても、結局はソンが全てを仕切ってたんだ。多分だけど、ソンは見た目とは違って現実ではもっと大人なんだと思うよ。何か達観したような雰囲気で、決してただの高校生なんかじゃない。高校生じゃないか。ここでは見た目が変わるなんて普通だものね。大した収穫はなし。先を急ごう。悲しい気持ちに支配されてて、心がその辛さを処理しきれずに胸の痛みとして感じてるんだよ。負の感情がミュウの中で溢れちゃってるんだ。もし本当のミュウがあの状態からずっと溜め込み続けてるとしたら、いつ心が負の感情に支配されてもおかしくないよ。お願い、早くミュウのこと見つけてあげて。誰かいますよ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のデスティニー。小池。小池？俺はそんな小さい存在じゃねえ。俺は何から何までビッグなイケピー。誰も俺の運命を変えられやしない。顔もビッグだったね。それを言う
正気に戻れ。お前はソーンに操られてるだけだ。この人の場合は操られてるのか正気なのか分かりづらいですね。俺は何から何まで小さいイケピー。誰も俺の運命を訴えられやしに。顔は大きかったけどね。わあ、チャチャを入れるな森田。デヘペロ、俺はモッチェル。残酷なまでにビッグ。それが俺のディストピア。もうぶん殴った方が早いだろ。これ目を覚ましてもらおう。千住の神より無慈悲な俺という超着力。千住の神より無慈悲な俺という超着力。語彙が豊富で羨ましい。行くぞ。やるか。準備 OK。 消えろ。これで決める。どけ。全力でいくぞ。最後だ。これで決める。安全ソウルだったぜ。ショウゴ、無事か。ああ、お前のおかげだよ。ありがとな。いって、大丈夫か。峰沢、何してんだこんなとこで。よ、正気に戻ったみたいだな。あんたソーンに洗脳されてたんだ。ソーンに。ああ、思い出した。お前らに負けた後いろいろあって、いいように利用されたってことか。バカにしやがって。僕たちは現実に戻るためにこれからソーンのところに行く。小池、ヤツの正体について何か知らないか。何でもいい。ヤツの正体、そんなもん。あ、何かあるのか。あ、いや、まあこれは勘違いなのかもしれねえんだけどさ、あいつ男なんじゃないのかなって。なんだと。いつも女言葉なんだけどよ、前にミュウと二人で話している時、男みたいな喋り方してるのを聞いたことがあんだよ。男だと。そう、トゲ。あ、そうか、そうだったか。ショウゴ、何か分かったの。ああ、あとは会って確かめるだけだ。なあ、皆さん、現実に帰ったら。なんだ。いや、なんでもねえ。せいぜい現実に帰れるようもがき続けるんだな。ああ、お前もな。
わお、なんですか、今近くで声が。落ち着いてみんな、変態、あの変態だって。あいつか、脅かしやがって。出てこい。もう君たちのそばにいるよ。相変わらず綺麗な足だね、アヤナちゃん。そこじゃないよ。わお、加減に黙ってもらうわよ。僕の覗き道は誰にも止められないよ。僕の覗き道は誰にも止められないよ。これはダメね。まずはおとなしくさせましょう。加減はしない。行くぜ。みんなお疲れ様。僕またなんかしました？どうやらスイートピーと同じみたいですね。そんなんじゃどうせ何を聞いても覚えてないよ。行こう。もう覗きなんかしちゃダメだからね。面目ない。
ちゃんとここまで来られたんだ。途中でのたれ死ぬと思ったのに。目立ちたがり屋にしては登場が遅かったわね。パーティーの主役はザコよりも後に登場するもの。土底辺の女はそんなこともわからないの？フルコースなんて食べたこともないんでしょうね。そこどいてくれる？刺身の妻は食べない主義なの。相変わらず怖え。こいつは別に洗脳されてるとかじゃないようだな。もともとあれなのか。刺身の妻みたいになるのはどっちかしらね。琴乃先輩、危ない。死ねえ。邪魔しやがって、お子様メガネ。ありがとう、ナルコちゃん。ちょっと、せっかく注意を引きつけてやってたのに何外してんのよ。付け合わせのパセリは黙ってな。パセリですって？お前らのことを殺し損ねたままじゃ終われないんでな。私に歯向かったことを一生後悔するくらいにバラッバラにしてやるよ。一番めんどくさい二人を相手にしなきゃいけないみたいね。だけど現実に帰るためですもん。引くわけにはいかないよね。身分の違いを教えてあげるわ。お前らみたいな小動物を潰す時だけ生きてるって感じがするんだよ。小動物舐めないでよね。もうあんたなんかに負けないんだから。私は誰よりも上に立つ女。それがわからない奴に用はないわ。あんた現実に帰るただの痛い女。いい加減自覚しなさい。そんなにこの世界が嫌なら今ここで消えろ。エキッド、マリエちゃん、私もう逃げないから。行くぜ。行くよ。これで黙らせてあげるわ。これはどう？これで黙らせ耐えられる？これはどう？手加減はなしだ。Yeah!
種はなしだ。崩せるかし、これはどう。これで黙らせて。これは全力でいくぞ。やるか。
耐えられる。飛び散るな。全力で行くぞ。なしだ。Thank you.
そろそろ限界だな。そろそろやばいかな。行くぞ。手加減はなしだ。そろそろ限界だな。これは耐えられるかな。まずい。そろそろ限界だな。行くぞ。手加減はなしだ。
飛び散る。くったね、人生。次もこの調子で行こう。戻らないわよ、絶対。あんな現実認めない。メビウスの輪が解けたらおしまいなんだよ。この執念、洗脳ってわけじゃないよね。よっぽどの理由があるのね。それを踏みにじってでも僕たちは帰ろうとしているんだ。何にしてもしばらく起き上がってこねえだろう。マリエちゃん、ありがとう。大丈夫、よし行こう。まったく、いつになったらたどり着くのよ。戦い続きで、さすがに体力が。建物の規模から言っても、そろそろのはずだが。そうか、あなたがいましたね。ここから先は行かせない。あなた、美和坂先輩に恨みがあったんでしょ。あいつはもう死んだ。そこ、どいてくれない？私の大切なものはもう向こうに何もない。お前たちが出ていくことでメビウスの存在が揺らぐなら、行かせるわけにはいかない。やめてよ、友達になれるかなって気がしてたのに。あの時のことは礼を言う。だがここは通せない。行くぞ。私にはメビウスしかないんだ。手加減はなしだ。加減はしない。行くぜ。生き残れ。行くよ。手加減はなしだ。行くぞ。ここで止まるわけには。加減はしない。
ス。全力で行くぞ。準備 OK。 行くぞ。行きなさい。手加減はなしだ。行くぞ。ですよ。でももう僕たちは止まるわけにはいかない。ああ、周辺にどんどん負の感情が満ちていってる。それってひょっとしてソーンとミュウが近くにいるってこと？今この瞬間もソーンはミュウに負の感情を集めさせているんだ。ミュウの歌声がとても辛そうだよ。本当はミュウも現実を破壊したくなんかないってことだ。だったら早く助けてやろうぜ。道のりは長かったけど、みんなの現実への執念でここまでたどり着くことができた。どんな結末でも私はみんなの決断を信じるよ。